この立ち上げた経緯としても3つ理由がありまして、まあ、その1つが燃やさないと単純に広めたい。で2つ目が今世界で起きている、まあ、ちょっと環境問題じゃないですけども、それを少しでも解決して社会貢献をしたいなっていうところと、まあ、3つ目っていうのがですね、そのみんなにハッピーになってもらいたい、なんかそういった仕事をしたいなっていうことの3つ立ち上げた経緯があります。でその1つ、まあ、燃やさないと単純に進めたいっていうのがですね、まあ、前職その親会社のキメットジャパンに所属しているときに、まあ、たまたま出会った中国のお客様なんですけれども、まあ、その中国のお客様というのが SIC という半導体、もうそれに製紙を基盤とする半導体の会社、それを作る会社だったんですけども、実はその燃やさないとと元素記号が全く一緒でございまして、で、まあ、そこが余ったもの、まあ、どうしても作っていると余ったものが出てくるので、それがもったいないっていうところで、それを燃やさないと、まあ、ダイヤじゃないですけども、それを宝石の形にしたっていうところが始まりなんですけども、あまりの輝きにちょっとびっくりしまして、で、まあ、これは何なんだろうっていうところを、まあ、調べたところ、まあ、燃やさないとっていう宝石っていうことが分かりまして、でどうやらすごくアメリカではものすごく流行っているものなんですけれども、日本では全くまだ浸透していないっていうところで、まあ、これはすごく面白いんじゃないかなっていう、まあ、単純な思いで、まあ、燃やさないと広めたいって思ったのがまず一つの理由です。でその2つ目の理由が、まあ、世界で起きている、まあ、環境問題を少しでも、まあ、解決して貢献したいというところがあるんですけれども、まあ、特にその、まあ、変な意味じゃないんですけど、私はすごく子供っていうか、まあ、ちっちゃい子がすごく好きでですね、まあ、中学校高校とかも、まあ、インターンで保育園に行くなどして、まあ、すごいその、まあ、子供の世話を見るじゃないですけど、まあ、そういうのがすごい好きだったんですけども、まあ、その当時からですね、まあ、児童労働問題っていうのを実は認識結構してまして、まあ、例えばチョコレートの原料でカカオでしたり、で洋服の原料になる、コットンですかね、ああいうのって実はものすごいたくさんの子どもたちがやっぱ学校に行けずに働いてて、で、まあ、そういう子たちがすごく、まあ、実は私たちの生活の裏では、なんていうんですかね、支えとなっていたっていうことは実は昔から知ってはいまして、まあ、すごい関心はあったんですけども、まあ、これをどうこうしようみたいなのはまだ今ほどは強くはなかったんですけども、でもなんか嫌な世界だなっていうのをずっと思ってたことはありました。で、まあ、そういう問題があるっていうところ でちょうどまあ思わさないと出会ったっていうところもありましたので、これで少しでももしかしたら社会貢献できるんじゃないかなっていうところでちょっとやってみたいなっていうところもあったっていうのはあります。まあ、3つ目の最後の、まあ、みんなが幸せになってもらいたい、輝いてほしいっていう、なんかそういう仕事に携わりたいっていうのがあるんですけども、まあ、そう思った理由がですね、まあ、先ほどお伝えしました児童労働問題、まあ、そういったところに気づいたときに、その同じ私は子供の頃って全然そういう働いてもいないですし、まあ、ちゃんと学校にも行ってすごい楽しい生活、まあ、すごい、まあ、言ってしまう、まあ、幸せな日常を歩んではいたんですけれども、まあ、そういう子供たちがいるっていうのを知ったときに、なんかちょっと、まあ、平和ボケしたのかなとか、まあ、その人たちも同じようなそういう、まあ、楽しい日々を送るじゃないですけども、まあ、学校に行けてやりたいことができてっていう、まあ、そういう同じような権利を、まあ、持つべきなんじゃないかなっていうことが思ったのと、もう一つの転機が、まあ、高校生の頃なんですけども、アメリカに、まあ、留学しに行った、あアメリカ2年間私ちょっと留学をしていたんですけれども、まあ、その時にやっぱ多国籍国家っていうところもありまして、結構、まあ、黒人やっぱアフリカ系の人が多かったりしたんですけれども、まあ、私は英語とかも全然その当時知らない中でもすごい助けてくれたりとか、いろんなことで本当にお世話になって、ですごい助けられたことが本当に印象深いっていうのがあるんですけれども、まあ、そういう人たちでさえも実はまだ差別っていうのがあったんですよね。やっぱり、まあ、そういったところを見た時に、まあ、もう少し何ですかね、まあ、日本とあまりにも違いすぎてショックを受けたというか、まあ、こういう現状がまだ実は少しでもあるんだなって言った時に、まあ、こんなに悪くもない人たちが、本当はいい人たちがこんな助けてくれた、こんないい人たちがそういう差別を受ける、なんていうんですかね、受ける必要は全くないんじゃないかって時に、まあ、みんなが本当に同じように幸せになった方がいいんじゃないかなっていうことを思ったのが最後の理由ですね。まあ、そういった意味で、まあ、その燃やさないとですかね、まあ、そういう、まあ、誰でも気軽に身につけられる、で、まあ、子どもの児童労働とか、まあ、そういったところも、まあ、使わないような、関与しない宝石、まあ、金を使う、まあ、そういったところで、
まあ、みんなが幸せになれるような、まあ、ジュエリーっていうのが作れるんじゃないかなっていうきっかけで、まあ、総合的にそれを始めたっていうのが理由になります。今後の目標はですね、まあ、今はもう立ち上げたばっかりなので本当に、まあ、今必死というか、まあ、とりあえず売り上げを作ることと、やっぱこの存続っていいんだと、もちろん貢献をしながらで売り上げも作っていく、まあ、存続させていくっていうところが今の一番の目標であるんですけども、まあ、長い目で見た時には、まあ、そのサステナブルエシカルの、まあ、デパートメントじゃないですけども、まあ、ジュエリー以外にもどんどんそういったものを、まあ、展開していけたらいいのかなっていうふうには